ようございます。高橋メアリー純です。今日は私が通っていた農業の学校の先生の千葉先生からのお誘いで、ジョナというオーガニック認証を受けているその機関と先生の畑ノーラがこう一緒にお米を作ろうということで、その田植えをやりたいと思います。本当に初めての田植えです。楽しみ。いや、卒業生のみんなとも先生とも久々に会えて嬉しいです。おはようございます。まあ、ひょんなことから学校の卒業生がなんか集まれる場所が、ちょうどうちもここ借りたはいいけど、もう手が回ってなくて、とにかく怪我なく元気に楽しんで頑張ってください。はい、ありがとうございます。同級です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同級生。同級生ですけど、はい、まあ、でも本当すごい詳しくて、私からしたらもう先輩なんですけど。こちらが先輩。いやいや、こちらの方がもういっぱいしてます。いやいやいや。紹介します。村上雄大くんです。お願いします。村上と申します。私がこうしてオーガニックの生活を始めたのも、もう本当彼と出会って彼の影響で、先生です。オーガニック先生です。ランシングできますから、ちょっと僕は今日裸足ですごくないですか。だってみんな長靴昼に構えないように、昼に刺されたこともあって、コナッツオイル塗ります。それはなぜかというと、ダウリンさんが殺菌力あるの。蚊に刺された時も、蚊に刺された時もいいし、普通になんか傷できちゃった時に塗った時塗ってます。口に入れられるものを、僕は基本的に、ね、はい、石鹸もシャンプーも使わないの、歯磨き粉も使わないです。どういう生活されてるか気になりますよね。彼も YouTube されてますんで、めちゃくちゃ勉強になります。綺麗になりたい人、健康になりたい人、ありがとうございます。地球環境良くしたい人。結構ありますね。 あります。呼んでくれるかな。この赤いポッチの向こう側に植えてください。こんな感じです。ここに土がちょっとあるので、それでこうトロッと一応押さえてもらえるので、ここが地面につくと大体あれぐらいになりますね。ここ持って、ここのなんか売り子になってるみたいな。で、こっから取って、こっから取って縦植えてください。距離4メーターぐらいこう開けて、はい、ちょっと待って、端っこ気をつけて。すごい深い。でもいけるね。いけるね。いけるね。いけたね。大丈夫だね。なんか今の気配で言うたって言ってた。でもね、あのね、赤いポッチが見えないよ。濁らしたでしょ。めっちゃ見えないし、ちょっと赤いポッチが見えるとこ、こっちは見える。こっち見えます。あ、どんどんそっちやらないと売れてるよ。ちょっと待って、全然やってないじゃん。見えるところから。ちょっとどうすんの。見えるところからやっていいですか。うん、もちろんもちろん、見えるところから。で、これ赤のポッチ。そう、あ、ちょっとね、紐上げるとほら。あ、本当ですね。見えるから。本当ですね、紐。そこで大体ここみたいな。まあ、こんなほら、大体だから。はい、紐を上げます。こっち。あ、いいね、いい手つきだね、いいね。今ね、ちょっとね、出遅れてる子がいるの。ちょっと待って。すいません、すいません、すいません。大丈夫だよ。大丈夫。焦なくて大丈夫。全然待ってるから。いいですか。まだだつの。まだだつの。あと、あてこ、あてこ。OK。オッケーでしょうか。はい、オッケー。はい、でこのまま行こう。よし、これで行こう。はい、でもこの高さだったらギリ大丈夫だ。ちょっと動ってない。やべ。もうちょいじゃん。来たじゃん。いいペースじゃん。あ、大丈夫だよ、もう行けるから。もうちょっと待って。はい、すいません。大丈夫だから。オッケー、次行こう。よし、皆さん下がってください。はい、はいよ、下がってます。
よし。集中してすごい集中してたよ。腰の入れ方がね、すごく腰のね、もうなんていうかな、うん、ちょっとね、すごい、あの集中してる感がある。なんだろう、あんまりね気にしない。見え方とか気にしてない。もう超真剣。だ職人肌。ああ。先ほどと比べてちょっと草の種類が多そうな雰囲気しません。ですよね。皆さんが田植えしてる間回ってみたところ、だいたいここだけでこう40近く行って、全部回ると50種類超えちゃうぐらいでした。で、オーガニックでやってるんで、もちろん食べられるということで、この少ない面積でそんなある植物園ってないじゃないですか。すごい。それがやっぱりこの農業のすごいところなんですね。1枚つまんで葉っぱを揉んでみてもらって、これさ、柿同士は1枚の葉っぱで腎臓みたいな形をしてます。腎形っていうんですけどね、見ちゃったけど、見ちゃったけど、もうそれでみんなでかけて、これはヘビイチゴですね。在来のハーブですけどね、そういうのがあるということで、この、まあ、上に出てる2枚の部分が柔らかいんで、これをよくちょっとなんだろう、炒めたりとか、そういうので、使ったりするイノコ槌っていうんですけど、やつですけど、はい、非常に地味な草の代表格ですけど、食べられる野草料理で有名です。普通にちょっと行ってとか陰干しすると、本当に製品版の紅茶ぐらいのいい香りといい色になりますので、ただやっぱりあぜがオーガニックでやってないととてもね、飲む気しないんで、箱辺ですよね。箱辺なんかは消炎効果あるんで、歯磨き粉に入れて昔箱辺塩で歯を磨いたとか、あと、まあ、どこまで本当か分かんないですけど、腸内細菌も活性化してくれるっていう噂も、ね、ありますよね。意外とこうなんか体を整えるようなものがまた田んぼのあぜにはあるという、ね、今回積んでくれたやついい香りしますね。いい香り、道路際とかだとすごいエグい匂い、めちゃくちゃいい香り。教会でやつ一番いい当たりですね。ちょっと言えない。やったことないですよ。見えないですか。入った、めっちゃいい香り。よもぎで、あ、出ない。めっちゃいい香り。やり始めて出ちゃいました。あ、出ちゃった。興味だったら。田んぼに出会って救われた感じがして、田んぼの世界に19年今いるというところなので、もうハマってしまいました。なので皆さんも田んぼのなんだろう、ハマるうちの一つの要素として、この生き物調査とか、そういう植物見たりとか、そういうナチュラルなところも楽しんでもらえると嬉しいです。はい、ありがとうございました。ということで、今日初田植え終わりました。こんな感じです。最初はね、もう一人だけめっちゃ出遅れてたんですけど、半分行ったあたりぐらいから慣れてきて、めっちゃ早く売れるようになりました。一人じゃなくて、みんなで一緒にこうチームワークでやるじゃないですか。それがすごく楽しかった。で、先生も言ってたんですけど、これが米になるんだもんね。それがすごい。だからもう決まってんだったら、もうオフ取ってきたいです。行きましょう。絶対に食べたい。収穫して食べたい。10月は収穫を、はい、楽しみ。嬉しい、今日これで本当嬉しい。じゃあ収穫する時もまた動画撮ってアップするので、お楽しみに。いやー、最高に楽しいです。